本能寺の変後ですねは対秀吉の外交責任者として豊臣家、まあ、いわゆる羽柴秀吉との外交を一手に引き受けるという形になります。こうやって見ていくと、まあ、武功もあるっちゃあるんですが、その外交官としての活躍っていうのが非常に多いと。で、最後どうなるか、真田丸でもありましたよね。天正13年11月13日に突如出版と、この事件が徳川家に大きなダメージを与える形になります。ちなみにこれ秀吉の家臣になった時、数正というのは、河内八万石を与えられて、小田原の役後にはなんと松本十万石に大出世ですね。もう十万石の大大名にまでなっちゃうわけです。はい。で、この石川数正が出奔したことにより徳川家というのはどんなダメージを受けたかというとですね、まず徳川家の、まあ先ほどからお話をしたように、石川数正っていうのは軍事機密のほとんどを知ってるわけなんですよ。家老ですし、さらに西三河の徳川家臣団の旗頭ということは、まあ、西三河にどれだけの兵がいて、どこにどんなあの城があるなんていうのもね、全部知ってるわけです。それが全部秀吉方に流れちゃうことになるわけです。それによって徳川家っていうのは三河以来の軍勢というのを武田流に改めることになるわけです。これがまず徳川家を揺るがす大問題。まあ数正によって徳川家の軍事機密が豊臣に、まあ、流出したと見てまず間違いないでしょうね。まあ、徳川家はこのことによって、軍政を改革する、軍政改革にをする必要が生じてしまったと。ちなみに出奔の理由なんですけど、まあ諸説ありまして、まあ、秀吉との外交関連で、まあ、秀吉に籠絡させられてしまったとかですね。あと、信康関連ですね。まあ、信康が死んでしまったというのが、後々まで後を引いている。っていうのはあるんですけど、まあ、徳川家中で居場所をなくしてしまった。どちらかというと、徳川家臣団っていうのは超体育会系っていうイメージが強いですから、まあ、井伊直政にしても、榊原康政にしても、本田忠勝なんてね、漫画とかアニメになるともう完全な筋肉ですからね。そんな感じで外交官です。まあどちらかというと文官に近いような方なので、そのような武官の方たちと反りが合わないっていうのは一つあったんじゃないかなと。でちょっと面白い説があって、まあこれを今日最後にお話しして終わろうと思うんですが、出奔というのは家康も実は了承済みだったっていう説もあるわけです。でこれなんですけど、あの山岡宗八の徳川家康という小説はこの説を採用をしています。で小牧長久手の役後の出奔になるので、その徳川の軍事機密をあえて秀吉側に流出させることによって、まあ、これ以上徳川と豊臣との戦いを避ける、まあ、家康も知って、まあ、頼むよ数正というような流れになったんじゃないかという説もあります。まあいずれにしてもね、この数正というのは最後に出奔ですね、すぐ出版って言っちゃうな、出奔してですね、まあ、徳川家から豊臣家に離脱をするというような、まあ、重要人物にはなるんですが、果たしまあ真相はですね、いろいろ想像ができて楽しいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はですね、石川数正という人物についてお話をさせていただきました。面白かったよとかですね、ちょっと大河ドラマの説明になったよっていう方は、高評価ボタンの方をお願いします。また良ければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。さて今宵のどうでしょうはこれまででございます。